音シネマ。ああ、参ったな。会社戻りたくない。ちょっと、そこ邪魔よ。って、大丈夫なの？足でもくじいた？大丈夫です。盛大に破けてるけどね。スラックスの、お、し、り。げ、はあ、仕方ないわね。うちで応急処置してったら、その格好じゃ帰れないでしょう。すいません、助かります。ここで俺は初めて看板を見た。バーチャルスナック、マリコ。なんだそれ。バーチャルスナックって、VR とか。どうするの？入るならさっさと入って。私も暇じゃないんだから。あ、すみません。それじゃあ、お言葉に甘えて。その辺にでも座ってて。そう言うと彼女はカーテンで仕切られた奥に入っていった。店内を見渡すと確かにそこはスナックだった。カウンターにスツールが5つほど、4人掛けのボックスシートが1つ。かなり小さめの店だ。棚には高そうな酒の瓶が並んでいる。ソファーもスツールもワインレッド。なんというか失礼ながら昔ながらのバスへのスナックだな。声かけてくれたお姉さんも昔の2時間ドラマの再放送でしか見たことないようなボディコンスーツに派手なメイクだったもんな。はい、お待たせ。これ使っていいわよ。え、これは両面テープとガムテープ、これでなんとかなるでしょう。え、裁縫道具とかはないし、あったとしてもまさか私が縫ってあげるとでも。そうですよね。これお借りします。何か飲む？もちろん有料だけど。いや、俺まだ仕事中なんでアルコールはまずいっす。は？ここアルコールなんて置いてないわよ。え、だってここスナックですよね。バーチャルスナックよ。どのあたりがバーチャルなんですか？ VR とかメタバースとかそういうやつですよね。ああ、その辺はまあおいおいね。おいおい。現状は雰囲気ね。雰囲気がバーチャルってこと。雰囲気、まあそれはいいですけど、お酒あるじゃないですか。そう言うと俺は棚の上にしこたまある酒瓶を指さした。ああ、あれは飴細工よ。映画とかで見たことない？乱闘シーンとかで頭ぶん殴るやつ。本物だと怪我するからね。でも飴細工は結構値が張るから、あの手前の3本だけね。あとはカラビンよ。フリマサイトでコツコツ集めたの。だいたいここ喫茶店営業の許認可しかないからお酒は出せないの。コーヒー、紅茶、梅昆布茶もあるけど。じゃあコーヒーでお願いします。はい。名前なんだった？里中です。里中英二です。ふーん、里中くんね。私はマリコよ。マリコさん。そう、マリコママです。スナック感出るでしょ。そう言うとマリコさんはタバコをくゆらせた。釣られて俺も胸ポケットから電子タバコを取り出した。ちょっと、ここ禁煙よ。え、マリコさん吸ってるじゃないですか。これはおもちゃよ。手品のやつ知らない？シガレットチョコはさすがに火がつかないからね。その点これは雰囲気出るのよ。ガチャガチャでやってたんだけどね。なんなんすかそれ。里中くんもうすうす分かってきたと思うけど、ここはスナック風のアミューズメント施設だと思って。需要あるんすかここ。スナック風の喫茶店ってことですよね。はぁ、失礼しちゃうわね。バーチャルスナックだって言ってるでしょ。あんた、ものを肌で返す気？返しなさいよ、そのガムテープ。
すいません、勘弁してくださいよ。あれ、会社の ID みたいなカードが落ちてそれを拾った。メガネをかけた地味そうな若い女性の写真の、これは超大手のスーパークラウン堂の社員証。それ返して。この藤代さん誰すか？バレたからには仕方ないわ。このマリコママは世を忍ぶ仮の姿。私の本当の姿は派遣社員の藤代キララよ。いや、その場合仮の姿は藤代キララの方じゃなくて、これマリコさんなんすか？全然違う。あとめちゃくちゃキラキラネームじゃないですか。そもそも別にバレてなかったっす。名前のことは放っておいて。いいこと？このことは国家機密レベルだからね。はあ？どこの国家すか？キララの方じゃ。キララって呼ぶな！本当は若いですよね。さっきのカードの写真、髪も黒かったし、もしかして年下すか？だからここはバーチャルスナックなの。昭和のバスへのスナック感出してんの、こっちは。じゃなきゃこんな肩パッドのボディコンスーツ着ないわよ。衣装、設定、すべてにこだわってるんだから、ガタガタ言わないで。このウィッグいくらしたと思ってんの？このタバコなんて何回ガチャ回したと思ってんのよ。っていうか、あんた仕事中なんじゃないの？さっさと仕事戻んなさいよ。応急処置すんだでしょ。それが仕事でトラブっちゃって戻るに戻れないんすよね。トラブル？何なの？言ってみなさいよ。実はさっき納品したばかりの弊社のアプリにまあまあ致命的なバグが見つかっちゃって。里中君、それ会社に報告したの？それができないからここで油売ってるんじゃないですか。戻るに戻れなくて。一つだけ言うわ。悪い情報ほど早く報告する。これ鉄則よ。さ、今すぐパソコン開きなさい。ここでですか？いいから。はい。なるほど、いい？少しここで待ってて。いやまずいですよ、それ会社の。いいから。私を誰だと思ってるの？藤代キララ。バーチャルスナックマリコよ。そう言うとマリコさんは俺のパソコンを片手にカーテンの奥に消えた。数分後、カーテンの中からマリコさんが現れた。ご覧なさい、里中。まさか治ってる？この短時間でどんな裏技使ったんですか、マリコさん。里中、もう一度聞くわ。私を誰だと思っているの？マリコ様です。よろしい。狐につままれたような気分だったが、とにかく助かった。ま、お礼なんていいから、たまにはここに遊びに来なさいな。ここはなかなか面白いわよ。世の中のいろいろが見えて、もちろん有料だけどね。はい。こうして俺はマリコさんと、いや、バーチャルスナックマリコと出会ったのだった。バーチャルスナックマリコ第1話、マリコ様降臨。マリコママです。キララって呼ぶな。山崎るい。トラブルマンの里中英二役、田中義明。脚本監督はみなち様でした。バーチャルスナックお待ちしております。